俺の方だ。サスケさん、まるでそのような状況だ。武器は今のナルトではなく今じゃないのか。助けに行くぞ。父ちゃん生きてるの？無事かどうかまでは分からんがいないってことだ。では向かいましょうか。何をしているボルト。おいおい、冗談だろ。そうだ、ここは降りてもらった方が。決して冗談ではない。こいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。連れて行く意味がある。いいかボルト、奴らは危険だが、あえてお前を連れて行くのに理由がある。そんなこと言われても。あいつに勝る忍びになるだろう。何よりお前はナルトよりうすらトンカチだ。うすらトンカチ、それって負けず嫌いってことだ。その言葉を信じろ。行くよ、俺。かつて俺が打ち捨てたものだが、お前の父親がずっと持っていてくれた。それをお前にやる。こいつを父さんの元へ行く。ボルト、お兄ちゃん。母ちゃん。ボルト、行ってくるってばさ。やっと忍びらしくなってきたな。